もっと聞いてね MBS さあそれではいただいたメッセージをご紹介しましょうじゃあ今日のテーマは突突然然なくくなった突然な,くなっったたラ、はい、ラジオのパラちゃんん大好きさんですねいつもと通っていた歯医者さんで「担当医が僕あと2週間で辞めるんです」って言われええー、と思ってたら次担当を引き継ぐ副院長も4月で辞めて。 あと一人も7月で辞めるので予約が取りにくくなってすみませんと言われました。<laughs> 次々に辞めるなんて何かあったのかと考えてしまいます。うんうん、家から近くて大きな歯医者さんだったのに他の歯医者さん探そうかなぁと。まあ経営者が悪かったんでしょうね。多分ね。うん、こんなん結局そう,、ね、そういうことですよね。うん、皆さん辞めると。あのおも胸、ね、表向きはよくしててもやっぱり中がゴジャゴジャしてるのって<笑><笑>あであの結構多いらしいで歯医者さんって。あそう。 ワンマンなんかね、はい、んさあこちらですええー、上永おばさんです妻の座が突然なくなりました厚い地に<ー>それは十三年前の五月ゴールデンウィークのこと別居中女性と暮らしていた主人が突然これかけやと怒鳴り込んできましたすごいの荒い時代やね,ねえそれまで浮気 嘘暴力暴言の果て別居もし行ってきたら私話し合って綺麗に別れえー、子供たちのことも相談したいと思っていましたあまりの見幕と行走に子供もたちと相談するからちょっと待ってと答えるのが精一杯でした 時間がないから今すぐかけやと怒鳴り容姿を持ち帰りましたそれから4日後くらいに市役所から茶色の封筒が届き開けてみると、えー、競技離婚の確認の書類でした主人は同居中の女性と2人で離婚届なんとかの離婚届と次の、えー、結婚届を取り同時に出したようです でこうして突然急に ×1 に妻の座を亡くしました涙が止まりませんでしたが娘たちが何かあってもママの味方だから、えー、人恨んだら自分に帰ってくるからあかんよママには笑顔が似合うよと言ってくれました長年ひどい目に遭わされましたが、えー、不思議と恨んでいません子供や孫たちが今の私を励まし支えてくれていますから笑顔でいられますとまあまあ昔の親父結構けな、ま、だけこう親父まあまあ 選んだのは自分だな。もうそんなこ難しいわ。え、二十一歳女性ラジオネーム餃子女です。はい。突然亡くなったといえばビワの木です。幼稚園の頃に初めてビワを食べてその美味しさに感動した私はその種を庭にまき実が実るまで数年間心待ちにしていました。木が大きく育ちもうそろそろかなと思ってたある日自宅に帰るとそのビワの木がありません。するとおじいちゃんがあれな。 金分がようさん来るからわしが処分したいたったて私は真っ平になった土を見つけしばらく動けませんでした幼稚園の頃から話しみにしていたのに勝手に着るなひとことじいひ言えようやく身がなったやで二十一やから夏やおな金からずーっと16年ぐらいじい金分なんとかなるやろ金分だったらええや別に金分やったら夏だけのもんや梅鉢とかやったらわかんないけど はこちらでですすラジオネーム安物買いのゼニー失いさんですあれは少し前の出来事友人 A 子がソウル格安ツアーをネットから見つけ私と B 子に一緒に行こうと提案しましたホテルも豪華で私たちは2つ返事で OK し旅費もその日に振り込みました出発日の数日前になったある午後 A 子から「旅行会社と連絡がつかなくなったんん旅行に行けないかも」と電話があり私たちは東方に暮れておりましたそうですあの「テルミクラブ」のツアーだったのです<ー>何度交渉してもただただ諦めてくださいという返事ばかりついに切れた B 子は A 子に「あんたがこんな旅行会社使うから悪いんやどうしてくれんのお金返してよ」と言い放ったのです言われた A 子も被害者です A 子も負けじと「あんた勝って旅行の申し込み私に丸投げして楽し,楽してたやん最低やな。 こうして私たちの友情は突然、突然なくなり、なな旅費も戻ってきませんでした。ただただ悲しかったです。これね、旅行ってやっぱり金振り込まなかんやんか。うん、意外と揉めたりとか、んそんなの。が多東京芸人でんねんな,なんあ。おるおるおる。おったらしいな。あのハワイかなんかで何十年、なんか奥さんと子供のためにコツコツコツを貯めて100万かな。すっごいビジネスクラスで行こうと思ったら、そ,それでスカーン、なくなって。 行かれへんかったっていう話あったらしいよ。いあの値段が安いっていうのはか何かしらのまあ食でも服でも何でもそうやんか、うん、値段が安すぎるっちゅうのもそれは何かしらのアニヤなんかあるよねリスクあるよあ、ね、値段が安くて物価の期間系はね、うん、あるかもわかりますね,ね<え>はいさあどなたにしましょうか。